木、村山守る、1981年7月13日体は、和歌山県五坊市出身で、春日野部ベアに所属していた、元大相撲力士。身長182センチメートル、体重183キログラム、血液型は A 型、星座和歌2座。得意は推し。最高位は、西前頭7枚目。愛称はマーマン、キム。現在は年寄り、岩友。 和歌山県立美ノ島高等学校時代から、同郷、同窓である土地の和歌の誘いにより、春日野部屋入門への規定路線が敷かれる。高校卒業後に、東洋大学へ進学し、大学時代は、春日野部屋での出稽古にも励んでいた。2004年3月場所に、かねて寄りの誘いにより、春日野部屋に入門し、木村山の四個名で、初土俵を踏む。大学の同期生には、 佐賀司と竹誠山がいる。本名が木村で、嗜名が木村山となった理由は、行事職における木村正之助などの木村と混同してしまうとの指摘があり、やむを得ず、山という一字を入れたためである。以降は、順調に出世し、2005年11月場所から2006年7月場所まで5場所を連続で勝ち越しを決め、2006年9月場所では、 東幕下筆頭まで昇進したが、その9月場所では2勝5敗という不本意な成績に終わった。続く2006年11月場所は怪我の治療のため、全休し、翌2007年1月場所では幕下会まで番付を下げたが、その1月場所から同年9月場所まで5場所を連続して、勝ち越しを決め、西幕下筆頭の位置で迎えた2007年。 11月場所にも6勝1敗と大きく勝ち越し、翌2008年1月場所において、同じカスの部屋の土地の新と共に、新十両へ昇進した。その1月場所では7勝8敗と負け越したものの、続く3月場所では11勝4敗の好成績を上げて、初の十両優勝を果たした。続く五月場所でも西十両二枚目の位置で十一勝四敗と、大きく勝ち越し、翌、 7月場所において、新入幕を果たした。東洋大学出身者としては、玉野藤、以来二人目、東洋大学卒業者としては、初の幕内力士となった。その7月場所では、左足首を痛めてしまい7勝8敗と負け越し、翌、9月場所と続く11月場所でも負け越してしまい、翌2009年1月場所では十両へ陥落した。翌、 三月場所に再入幕を果たしたものの、その三月場所では7勝8敗と負け越し、続く五月場所でも5勝10敗と大敗し、翌、七月場所では十両へ陥落した。同年、十一月場所に三回目の入幕を果たしたものの、その十一月場所でも4勝11敗と振るわず一、場所で十両へ陥落した。2010年三月場所に、 西十両4枚目の位置で11勝4敗の、好成績を上げて2回目の十両優勝を果たし、翌、5月場所に4回目の入幕を果たした。その5月場所では7勝8敗と負け越したものの、翌、7月場所では8勝7敗と幕内では、自信初となる勝ち越しを果たした。翌、9月場所でも8勝7敗と勝ち越しを決めたが、自己最高位となった翌、 11月場所から2011年、11月場所まで幕内に在位しながらもその間に一回も勝ち越すことができず、2012年1月場所において重量へ陥落した。場所前に、自身の結婚を発表した2012年7月場所、では東重量3枚目の位置で9勝6敗と、勝ち越しを決め、翌、9月場所において5回目の入幕を果たしたものの、 その9月場所でも6勝9敗と負け越して、翌、11月場所では10両へ陥落した。以降も調子が上がらず、その11月場所も含めて、2013年、5月場所まで10両で4場所を連続して負け越してしまい、翌、7月場所では幕下へ陥落した。あとに5月場所前の稽古で、右膝室外骨脱臼と左膝の怪我を負っている、ことも明かされた。 幕下陥落を喫した7月場所の時点で、秋名石が8夜あり、加えて年齢や歳子持ちという立場を考えれば引退も不思議ではない状況であったが、木村さんは現役続行を選び、2場所の幕下生活を挟んで11月場所から最重量の土俵に上がった。2013年12月24日に年寄り株、岩友を取得した。2014年1月場所は、 序盤から不調で10日目には早くも負け越しが決定。幕下陥落は免れない成績だったが13日目、14日目と連勝して4勝10敗となって現役引退を表明、18代はとも襲名した。引退会見では後悔はない。関取目前でヘルニアになってダメかと思ったけど部屋の方が一緒に頑張ろうと支えてくれたと相撲人生を振り返り、 思い出の一番として2007年11月場所11日目の顔に式戦を挙げた。同じ席で、春日野は胸を出すのがうまいと指導者としての活躍に期待した。木村さんの断髪式及び年より、岩友襲明披露祝賀会は2014年4月26日に東京都内助水会館で執り行われた。ありがとうございます。